路面を捉えてるね。だって今のフル加速じゃないんでしょ。全然全然でしょ。全然だね。いやこれサーキットで走りたいね。ドライバーチャンネルご覧の皆さん、こんにちは。モータージャーナリストの藤島智子です。今日は静岡県にある富士スピードウェイにやってきています。今日はですね、一人ぼっちなんですけど、ちょっと柿崎さんが、まあ、諸々の事情で今日は来れないということで、一人で撮ってきてくださいっていうことで頑張って一人で撮影してます。今日は何といってもあのマクラーレンアルトゥーラのサーキット試乗ができるということで、まあ、今日はマクラーレントラックデー2022というイベントがここで行われていたんですが、まあ、その夕方の枠で私たちジャーナリストも取材をさせていただいているところです。まあ、アルトゥーラといえば、このマクラーレン初のプラグインハイブリッド車として登場したということで、モーターだけでも走行ができます。満充電の状態であれば最大で31キロ程度モーターのみで走れるということで、まあ、それ以外はエンジンと連携したり、あと、モーターがうまくターボラグを補ってくれたりと、さまざまなメリットがあります。まあ、そのあたりのポイントについては先日ご紹介した動画で、アピールしておりますので、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。まあ、今日はこの富士スピードウェイのハイスピード領域で一体どんな走りを見せてくれるのか楽しみです。では行ってきます。レーシングコースにやってきました。頑張ります。ゆっくりちょっとピットロード使って間隔を空けながらついていきたいと思います。さあ今デフォルトのエレクトリックモードで走っています。バッテリー残量は半分ぐらいかな。もうみんな結構サーキットバンバン走ってるんで、さあ今モーターだけで走ってますね。今まだ時速30キロぐらいなんで、まあ、時速60キロ程度まではバッテリーがある限りモーターで走れるようになってるんですが、さあサーキット入ってきます。エコーフォントモードにパワーモードを変えてからエンジンが発動していきますので、ね、おーエンジンが高い。時速は50キロ。おーブレーキ安定してる。エンジンが乗らないようにお願いいたします。はい。ニアピンコーナー立ち上がって300アールは上限140まで加速していきます。
エレクトリックモードに戻しました、まあ、ちょっとこのモーターだけだとパワーはそんなに出ないんですよ。95馬力だったっけな、なんかそれぐらいなんで、あのモーターだけの速攻はパンチがある感じはないんですけど、でもエンジンの力プラスつながりの滑らかさとかそういったところにはすごくモーターが効いてますね。いやー、やっぱりサーキットの領域もすごいな。やっぱりマクラーレンはこういう場所を走って生き生きする車ですよね。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。というわけでマクラーレンのハイブリッドモデルアルトゥーラ富士スピードウェイで走ってきました。あの最高速度の制限はあったものの、やっぱりコーナリング、コーナーコカ・コーラコーナーからあと 100R、まあ、横に G がかかりながら走行していくようなシーンでは本当に抜群の安定感と、狙ったラインをハンドルを切り込んでいくともう実に緻密に路面を捉えてグリップしていく、もうこの路面とのコンタクト、これは本当にサーキットの領域でも素晴らしいなと思いました。何よりも驚いたのはやはりこの車の軽快さと、あと低重心感、耐久性の良さなんですよね。ハイブリッドっていうとエンジンの他にモーターやバッテリーを搭載するので結構車が重くなりがちです。でそういった中、この車の乾燥重量は1390キロということで、ハイブリッドカーなのに随分軽く仕立ててるんですよね。エンジンルームの排熱を、まあ、うまい具合にコントロールする冷却性能、これによって大きなラジエーターを取り付けなくて済んだりするようなところもありますし、あとは120度のバンク角の V 型の6気筒エンジン、これは本当に低重心な位置に搭載されていて、まあ、車自体の動きもすごくいい、路面に張り付くような走りを見せてくれる。でもう一つ、このマクラーレンの特徴といえるのがやはりどこまでもドライバーズエンゲージメントというのをマクラーレンがやってるんですが、まあ、ドライバーは車とコンタクトを取る上で実に密に対話ができる、いくらでも自分でコントロールしていけるようなコントロール下に車を置けている安心感というのを一般道の領域から高速道路まで常に与えてくれるんですよね。変速する時ももう瞬時に自分の欲しいトラクションがそこで得られる感覚であるとか、レスポンスの良さ、ターブラグの少なさ、もう本当に驚くべき仕上がりでした。さらには油圧式のステアリング、最近は電動カーステが主力の中で車側から与えてくれるこの情報、それからドライバーが操作に与えるこの入力がよりダイレクトに車に動きに接せてくるんですよね。もう本当にマクラーレンが作りたい車っていうのは電動化時代においても変わらない、こういったところを証明してみせたサーキット走行となりました。いやー、もう本当に最高の一台でした。